ランチアガンマはイタリアの自動車メーカーランチアが1976年から1984年まで製造・販売した中型乗用車である。1976年に当時のフィアット130に代わるフィアットグループ最高級の、そしてイタリアを代表するエグゼクティブカーとして受名武将でデビューした。1974年に生産中よされた ランチや2000の後継者でもある。ピニファリーナデザインのファストバックスタイルのセダンと、11.5センチメートル、短いホイールベースを持つ2ドアノッチバックのクーペがあり、前車が15,272台、後車が6,789台生産された。ガンマの名は、ギリシア文字の、ベータに続く3文字目で、1972年登場の、ベータに次ぐ、 フィアット参加2作目のニューモデルを意味する。1980年型モデルは大きなフェイスリフトを受け、新しいデザインのホイールや過去のランチア車をモチーフにした新しいデザインのフロントグリルを与えられたほか、ダッシュボードやシートも変更され、エンジン制御がキャブレターからボッシュエルジェトロニック燃料噴射に改められた。このシリーズにはランチアの車内故障では、 フロリダ1と呼ばれた。ガンマは、専用に新設計された2.0リットル115馬力、または2.5リットル140馬力の水平対向、4気筒エンジンを縦置きする、全輪駆動車で、トランスミッションは5速 MT、または後に追加された4速 AT が選択できた。2.5リットルという排気量は、4気筒エンジンでは、世界最大級のもので、 水平対抗というレイアウトは、全身のフラビア譲りであったが、ライバルは6気筒が大半で、競合上大きなマイナスとなった。しかしこれは極めて軽量で、2000rpm で最大トルクを発生する扱いやすいエンジンであり、特にクーペの低いボンネットラインはこのフラット4エンジンによってのみ、実現可能であった。フィアット130を含め、 フィアット社からの流用パーツはない。現役時代はあまり評価されなかったが、生産中止後かなりの年月を経た後、最後の本物のランチ屋として、世界のランチエンスージアストから認められる存在となりつつある。ガンマの販売は予想外に伸び悩んだ。これは、この新設計フラット4に、オーバーヒートやオイル漏れが多発した上、 マイサスペンションの一種棒のゴムブッシュの摩耗が早く、パワーステアリングのベルトがカムシャフトと共用されていたため、ステアリングをフルロックまで切るとベルトが破断してエンジンを焼きつかせてしまうという致命的な信頼性不足が原因であった。この問題はフロリダ1の登場時にはほぼ解決していたが、すでに時遅く、ベータの初サビ問題とともに、特に 英国など輸出市場でランチアの名声は大きな打撃を受けた。ありがとうございます。